出発する。私が戦ってきた役者と比べれば全然大したことない。進化は高くせずに自分の死人様を見届けることの。ターゲットロックオン。 攻略できるドクターであれば、いつか非決定性多項式時間の問題も解明できると予想されます。